走，走。来啦！啊，起开！我数三个数，你把他放了。これ以上近づくのないじゃないか。一，来るな。二，姓钱的，你敢收吗？他要是不动手，现在被枪指着的应该是他。开枪？怎么不开枪？我要是开了枪，不就跟鬼子汉奸成一伙了吗？那你想干什么？要实话。什么实话？看你的身心举止，还有你身上的枪，应该也是行伍出身。可实在看不出你是什么路子。国军里肯定没你这号人，土匪里也没你这么仁义的。说你是八路吧，八路的纪律严得很，出不了你这样的混账。老子要是不想说呢？那你就告诉我，你为什么来杀虎口？我凭什么相信你？因为在杀虎口，我的处境其实和你一样，也只有我才能帮得上你。你是哪条道上的？静绥军358团上校参谋钱家浩。哦，官人。咱俩不同道。我都把实话撂了，你也就交个底儿吧。我丢了样东西，到这儿来就是为了要寻回来。我估摸着你也是为这事儿啊。那我们正好一起找。还是别了，要是真找着，这东西算谁的呀？我这人向来爱吃独食。再者说，你现在的处境就好像一只小绵羊进了狼圈，比我好不到哪儿去。你在明处，我在暗处，你的日子比我难过。走了，奎子。大铁，导演，你带两个人去找找那个畜生，如果活着，给我绑回来。是。爹，巧儿，巧儿，巧儿，你回来了，巧儿，巧儿。我哥，我哥，哥，家浩，我们都快吓死了，没受伤吧？没事。哥，白朗呢？他咋没跟你一起来啊？爹，哼，算你小子命大。咱换个地方说话。爹，爹，事到如今，您还要瞒着我吗？我瞒你什么了？鬼子表面上是给保安队报仇，其实还是奔着这批军火。这批货太大了，您根本吞不下。如果还要硬撑着的话，往后只怕会灾祸连连。您看这一波又一波的兵，您挡得住吗？还是趁早把军火交出来，离开沙湖口。放肆！怎么跟老子说话呢？我说不知道就不知道，没事拿瞎话编编你干什么？你现在翅膀硬了，想往哪飞往哪飞，我管不着。我这辈子就是死也死在沙湖口的地界里。南京信的，二条命の兵士は天皇に忠誠尽くし、武器装備はすべて打ち捨てられ、我々は。ただ一人重傷の兵士を見つかった。
名前と階級は。菊池博士、上等兵です。誰に襲われた？はっきり見えません。二十名兵士の命、なんと相手もわからないのか？主座、当時の状況はとても複雑だ。黙れ、お前じゃない。はい。本当に早すぎる。まぶったくのように回ってしまった。そんな時、何があったか？はい。あの時、我々、ヤマタに入って、って領域を壊され先左かいいかは中央軍か八郎軍か全く分かりませんこの町を赤軍でないとこんなことありえないありえない人数は分かりません多分一人しか一人あれは人間じゃない人間はそんな速さあまりありません人間はそんなに冗談だろうなんと相手も知らないのはい我々邪馬台に入ってて嘘冗談だろ堂々帝国の兵士そんな一人の幽霊にみたいな奴に撃たれてみんなに言うと信じるか身に弱い気を食わされいいからみんな集めれ必ず幽霊を捕まえ少佐しな警備だよためのことは全く無駄だそれは敵の状況は全然わからないもし軽々しく出撃すれば敵を消滅したかもしれないか多分近くの品警備隊の警官会引き起こしたかもしれない本部に報告して坂口以外に攻撃を受け24時間戦って200名の敵を全滅し我々は20名の兵士を戦死し今後坂口の治安のために本部から5つの連隊を協力作戦をしてほしいとはい、そうだ